お疲れ様です。井上です。編集者としてもうちょっと成長してみよう。企画の47日目です。今日は今ご覧いただいているいつもの被写体さんの動画を、関西弁のおしゃべり猫にゃんちゅうばつくしさんの動画に近づけるような編集をしてみたいと思います。今回は事前に録音しておいた私の声を、被写体さんが喋っている感じの声にインターネット上のボイスチェンジャーのホームページで加工をしています。 URL は概要欄をご覧ください。再生してみましょう。こんな感じです。本日もお付き合いいただきありがとうございました。